こんばんは、ドクターネックスです。さあ、やってなかったイベントをやっていきたいと思います。霞王子家、蹴鞠大騒動。1話、瑠璃千代様再来。霞王子家のお家騒動が解決し、平和な日常に戻った一号。しかし、そこへ突然の来客が。後手十三体をも巻き込んだ霞王子家のお家騒動は無事収束し、ソウルソサイティへと戻っていった瑠璃千代は正当な後継者として当主となったはずだったのだが、片付けるべきものを片付けるだけだ。今ね、ちょっと転生したキャラのレベル上げをしてるんですよ。名を聞く暇もなかったな。さあ、どんどん行こう。には喧嘩の理由。一人現世にやってきたという瑠璃千代、その理由とは。片付けるべきものを片付けるだけだ。ああ、兄みたいと何残っちゃってなりますよね、これね。名を聞く暇もなかったな。3話、仲直り大作戦。姿を消してしまった賢竜、一号たちはせめて喧嘩をした2人に話し合いをさせようと考えるのだが、
翌日。片付けるべきものを片付けるだけだ。やっぱ移動早いの楽でいいね。6話まであるからちょっと長いんですよね。名を聞く暇もなかったな。お。ちょっと待ってくれ。宇野花さんはね、実は雫が足りなくて、もうレベルはこれ以上上がらない。要は、金剛蹴鞠大会開催。なぜか蹴鞠勝負に参加することになってしまったイチゴたち。メンツがメンツだけに嫌な予感しかしないのだった。片付けるべきものを片付けるだけだ。悪いな。あれだよね、子さんの人にはトラウマ BGM だよね。スイカ割りの時の BGM なんだね。まだ倒してない。
しまった。名を聞く暇もなかったな。さあ、あと2話、5話、ゲスト参戦。白熱したゲームを白熱したゲーム展開を見せる蹴鞠勝負。しかしコンに預けたイチゴの体はだんだんボロボロに。ルリッチはね、旋回門クエストで優秀ですからね、持っといた方がいいですよ。片付けるべきものを片付けるだけだ。まあ生身であれ食らったら死ぬよね。人間の体であれ食らったら。遅い。間違えた。さあ、ラスト6話、ルリチオの気持ち。権利の説得も受け入れられないルリチオ、彼女の本当の気持ちとは。こうして皆が本来の目的を見失っていく中、権利とルリチオは1対1の勝負を続けるのであった。片付けるべきものを片付けるだけだ。まあ、通常クエストぐらいならあれだね、その技属性に対しても速の添え込んでも全然いけるね。
俺が王子だ。はい、今回はここまでですね。ちなみにですね、まあ、DVD と思っている方はですね、ここの話数を見ると、金チャッピーの話が出てきます。まあ、厳密に言うと、ストーリー上ではなく、エンディングパートっていうか予告パートで出てきますんで、よかったらご覧ください。以上、ドクターネッケツでした。お疲れ様でした。